2 0 1 0 k g 3 9とは、分離天体もしくはキュビワの属に属する太陽系外縁天体の一つ。2 0 1 0 k g 3 9の高天軌道は、軌道長半径は 45.0AU であるが、軌道離心率は0.06しかない極めて A に近い軌道である。一方で、軌道傾斜角は26.12度と傾いている。 およそ303年かけて好転しているが、近日点通過時刻は前回、次回ともに非常に大雑把にしか分かっていない。キュビはのぞくに分類している資料もあるが、その大きな軌道傾斜角の値から、分離天体という分類に分けている資料もある。いずれにしても、海王星と軌道共鳴はしていないと考えられている。 2010KG39 の絶対等級の値は4.0であり、これは小惑星番号が与えられていない。小惑星の中では 2010EK139 の3.8についで大きな値である。アルベド0.09と仮定すると、直径は 697km という巨大な天体となる。これは自身の質量によって、静水圧平行形状になっている可能性があり、 純惑星の基準を満たす可能性がある。このことにより、2010KG39 は純惑星の候補天体に挙げられている。分離天体に分類されると考えられている中では、セドナに次いで2番目に絶対等級の値が大きい。また、同じアルベドの条件下で、表面温度は低く、摂取231度から低く、 摂氏234度の間になると考えられている。平均密度を、明王星型天体に適用される 2.0g/ 立方センチメートルと仮定すると、質量は 3.55,020kg となる。ありがとうございます。